ションのハリー山下、ヒポポタマスヒップの秋の、あ、ごめんなさい、アキラ上野、日本語字のオリジナルロックンロールにこだわり、めっちゃ舌噛みますねすいません、もう一回いきますね、ハリリンマンションのハリー山下ヒポポタマスヒップのアキラ上野、日本語のオリジナルロックンロールにこだわり、それぞれの活動を続けてきた2人が今夜奇跡の合体。 UMA とは未確認動物という意味と思いきや、上を向いて歩こうの略語2人合わせて109歳の新人のデビューです。それでは皆さんいいですか、せーの、チャレンジ登竜途中で消えかけている、遠くで生きそうね、見てるだけだ、何も起こりしないんだ、怖いんだろう、手が来るのが欲しかったんだろう、手応えが壊すんだろう、現状を苛立ってるんだろう、その自分に奴らを乗せたバスが走る、通り過ぎる前にもう一度火をつけるのがセットファイヤー、ファイヤてゆく頃、怪しげな奴らが物陰で生贄を選び始める、怖いんだろう、近づくのが欲しかったんだろう、手応えが壊すんだろう、現状を苛立ってるんだろう、その自分に闇に目を凝らし、耳を澄ませ狙い定めたら、短く口笛を振ってセットファイヤー、
地球のそこら中で小さな火の手が上がり、新聞の片隅にも乗らしない、けど流れは変わってるんだ。怖いんだろ、近づくのが欲しかったんだろう、手応えが怖しんだろう、現状を苛立ってるんだろう、その自分に希望のない街に唾を吐くなよ、揺れる足元に救われる前に飛び出すセットファイヤー、ファイヤどうもありがとうございます。カリウドです。皆さん、トイレの垂れこぼしには気をつけましょう。大きな笑いを取ったところで、ちょっと曲の紹介を、1曲目は十数年前に僕が作った曲で、今日は3曲縛りなんで、一応僕の曲2曲ウエチン1曲ってことなんですね。で、まあ、1曲目はちょっとセット・ザ・ファイヤーってちょっとテロリストのような歌なんですけど、2曲目はウエチンの曲で18歳というね。これはいつ頃作った曲ですか？33年前なんですか？33年前？いやそれまたすごいわ。いや本当に18歳の時に作った。ではその思い入れの深い名曲を。この道で同じ雲同じ星一緒に見ていたあの星がカシオペアで、あの星が北極星、そしてあれが北斗七星、私のわかる星を、なぜかしら今夜はあなたに会いたい、あなたが好き、季節になったからかしら。ギターハリー。
私は元気、あなたはどうなのかしら。少し気になるけど日はまた昇る、繰り返し朝が来る。あなたのとこにもでも月はいいわよね。かけてもまた満ちる。今夜の月は微笑んでいて、眩しくて悲しい。なぜかしら今夜はあなたに会いたい。あなたが好きだった季節になったからかしら。あなたが好きだった季節になりました。あなたが好きだった夏になりました。次の曲も、15年ぐらい前に僕作った曲で、ちょっとエッチな歌詞一体僕は何を言ってるんだろうって曲なんですけど、みんな通称エンジェルと呼んでる曲です。ある晩突然彼女が僕の部屋やってきた。美人だけれどあまり意識したことのない子だった。どういうつもりと聞けばこともなげにこう答えた。前からあなたを好きだと言ってたのにわからないの。一体僕はどこを向いてたんだろう。注意深さが特に良かったのに、シグマエンジェル、いつもそばで見守ってくれた。こんな僕でも My sweet angel
置き忘れてきた宝物を届けてくれた Oh yes She's my angel 想像してたよりもその体はとても温かく柔らかなちぶさが僕の耳にぴたりと吸い付いてなぜか昔からこんな風に知ってたような気がしたきっといつか僕らはこうなることになってたんだろう一体僕は何を言ってるんだろうずっと秘密にしてたはずなのに She's my angel いつもそばで見守ってくれたこんな僕でも My sweet angel 置き忘れてきた宝物を届けてくれた Oh yes She's my angelどうもありがとう。UMA でした。ありがとうございました。